脱力していきたい場合、脱力するには気合がいるんですよ。力が抜けるとか言うと、気合とかそういった世界とは真逆ちゃうのと思うかもしれませんけれども、脱力を深めていくには気合がいるんですよ。筋力を高めていくのも気合いるのはなんとなくわかるとは思うんですけれども、脱力も同じ。いや、筋力よりも脱力していこうと思う方が圧倒的に気合がいります。つまりこういう関係性なんですよね。縦軸横軸ですわ。気合あり、モハメドあり、気合なしで、これ脱力してる、で緊張ですね。こういうマトリックス図になるわけですよ。つまりここがあるわけです。ここがね、いわゆる超一流アスリートとか達人だけのいる境地です。つまり4つの人がいるってことです。気合が入ってて脱力している人、脱力しているけど気合が抜けてる人、気合が入ってるけど緊張してる人、こういう人はミス多かったりしますね。で、緊張してて気合入ってない人、この人ちょっと結構脱力もできてなくて気合もないと、もうこの人だいぶやばいですね。で、大体みんなこっちかこっち行くんですよね。でって力抜けれたけれども気合が入ってない、それ使い物になりません、なかなかね。次、気合はめっちゃ入ってんだけど力が抜けてない状態、これも特にスポーツの場面でもいいパフォーマンス発揮できませんし、これはスポーツのみならず芸術、バイオリンとかね、音楽、ピアノとかね、何でもそう、どんなパフォーマンスでもそうです。整体師が患者さんに施術を施す、これも一緒です。気合が入ってて力が抜けた状態というのがここなんですよね。これ気合っていうものがいるんですよ。まあ、言い換えたら気持ちとか意識って言ってもいいんですけれども、これが同居してる状態が本当に脱力できてる状態なんですね。で、それは本来非常に難しいものなんですね。達人だけがいける境地だから。だからでももう時代は違います。縦腰体操という体操がある限り、この体操やってたら勝手にこっち行くんですよ、勝手にここに行くんですよ。ちゃんと気合はみなぎってて、元気という気合がみなぎっていながら体中から無駄な力が抜けているっていう状態になるわけですね。だから縦腰体操って鼻からここになるようにはどうしたらいいかって考えて作ってますんで、そんじゃそこらの脱力法とはちゃうわけですわ。縦腰体操やってたらスポーツのパフォーマンスアップしたり、武術も上達しますかという、縦腰体操だけやってるだけでもなりますかという質問もいただくんですね。もちろんその人にお会いしてないし、その人の体がどんな状態かわからないから言いにくい部分もあるんですけれども、それは答えはイエス高須クリニックになります。ただし、いいですか、そういう質問してくる人っていうのは一般的な体操認識おそらくこびりついていますので、このようなね、本当のやり方を知ることが重要です。僕がこうやって提示している通り縦腰体操を遂行できたのであれば、間違いなく武術も上達するし、スポーツのパフォーマンスは縦腰体操やってるだけでアップします。そのように制作しているからです。気遣いは大事なわけですよ。さっき言った これね、気合の話もそうですわ。脱力してて気合が入ってないといけないわけですよ。脱力でべーってしたけど全然、例えば分かりやすく言ったら人に気遣い何もできなくなっちゃったっていうんであれば、これはあかんでしょ。ちゃんと気遣いできるけど脱力できてる、脱力できてるからこそ、肉体レベルで脱力できてるからこそ体が動きやすいから気遣いもできる、血液も回るから気遣いできる、気のエネルギー使えるって、このね、両者のバランス非常に大事なんですよ。で、気のバランスが悪くなってしまう人っていうのは何が足りないか、これ答えは脱力が足りないんですね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。